ですね、8時になりましたので、えー、こちらのイベントを始めていこうと思います。えー、今日はですね地域資源を生かしてなりわいを作る、えー、福島ローカル企業物語パート1。えー、テーマはですね自分のお店を持つというテーマで、えー、お届けしていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、あの今日、まあ、参加申し込みです。まあ、30名近くの方、お申し込みいただいているので、これから続々と。 待ってくるのかなと思うんですけども、今日は皆さんと一緒にまあ、オンラインですけどもいい場を作っていけたらなというふうに思っております。ちょっとここからイン民太郎のお話をさせていただこうと思います。はい、えっと今日のまあ司会モデレーターを務めさせていただくのがえっと上原、えー、翔太郎と申します。えー、NP ホジグリーンズの京都代表をやっています。あの仙台生まれです。えー、っとですね、あのまあ、普段はですね。 えと熊本県の南阿蘇村というところにあの住んでて、ですねあの家族4人で、えー、カルデラの中に、えー、と暮らしながら、と、えー、いうとはグリーズ、今、フルリモートで,ですねあの、まあ、全国の仲間と一緒にこう仕事をしているというところですと。で、あのまあ、フルリモートの仕事をしていると、ですねやっぱりこうリアルな仕事をしたいなみたいなことがすごいふつふつと湧いていてです、ね、僕もなんかいつかあのお店を持ちたいなというか、本当に地域に。 もう根を張ったようなあの仕事をしたいなっていうのもですね、実はロマンとして思い描いてですね、今日の、例えば僕自身もそれを楽しみにしていた、えー、企画となっております。はい。で、ちょっとグリーンズの、えー、紹介をさせていただければと思いますが、あのグリーンズ s j p というウェブマガジンを、まあ、僕たち運営していますで2006年の7月に創刊したので、えー、もう17年目に突入しているメディアになっています。これまで,で、まあ、7000本を超える記事をですねあの、えー、地道に配信をし続けてきて、まあ、どんな 記事を出しているかといううとと、まあ、ローーカルルルソーシャルサステナブルといいい、ねまあ、本当に、まあ、いい社会を作るにはどうしたらいいのかというところをですね、テーマに、えー、全国の、えー、プレイヤーの方を取材したりとか、あと世界のグッドアイデアを紹介したりということを続けてきていますと。であの僕たち、まあ、ビジョンはですね、生かし合う社会というのを掲げているんですけども、まあ、人と人が生かし合ったりとか、人と自然が生かし合う社会、まあ、それがなんか、まあ、究極の持続可能な社会なんじゃないかなと思って、まあ、そういうテーマで メディア運営したりとか、イベントだったりとか、スクールも運営していると、そんないいような団体になっているので、お見知りを聞きいただけたら嬉しいです。で、その、えー、とグリーンズと JP でですね、この年明けからあの新連載、福島12ローカル企業物語という連載を始めています。で、あのこれはですね、福島12市町村移住支援センターの皆さんと一緒にコラボレーションをして企画をやっているんですけれども、あの まあ皆さんもご存じかと思いますけども、福島まあ十二市町村というまあエリアというかまあ地域がまあ,あって、ですねあのまあ東日本大震災で原発事故によってまあ大きな被害を受けられたの地域でもあります。ただ、ですね事故からあのまあ10年以上の時を経て、ですね避難解除もどんどん進んで、ですねあの住民の皆さん戻ってきたりとか、あとはまあ U ターン、I ターンで戻られている方がですねまあ自分でこうまあ本当に街づくりに取り組んだりとか。 あとは自分のお店を持ったりとか、本当にいろんなことがですね生まれているような地域になっていますと。えー、僕たちはですねあの、まあ、このプロジェクトで本当に現地でどんなことが起きているのかというのをーンゾート j p のまインタビュー企業を通じてまあ世の中に伝えていきたいなというふうに思っているのと、あと本当にこの現地で活動されている皆さんが、なっていうか,こうかっこいいというかたくましいというか、でも一方で、なんかこう、 気負わずに、等身大でチャレンジされているというか、自分の生き方に向き合っている方ばかりなので、そういうところにですね、何かこう、これからの時代のヒントがあるんじゃないかなというふうに思って、まあ、ローカル企業というテーマで連載をしているので、こちらもですね、あの、今チャットに多分 URL ありますかね。あの、連載良かったですね。ここからも記事がどんどん出ていくので、ご覧いただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい。で、あの、まあ、ちょっと今、軽く触れたんですけども、まあ、福島12市町村とくくってしまうとあれなんですけども、あの、まあ、この、 えー、右側の地図にあります、ねえー、福島県の、まあ、沿岸部、まあ、浜通り、えー、地域、えー、等にある市町村ということでございます。であのまあ、僕たちも今回のプロジェクトであの伺わ,わせていただいてですね、あのえーまあ、震災というか、えーまあ、避難、えー、と被害があったエリアのこともですね、まあ、もちろん まだ完全になくなっているわけではないんですけど、それでも本当に街が動き始めてですね、いろんな人がこう交流するような、そんな場合になっているので、よかったらですね、あの今日の参加者の皆様もです、ね。まあ、旅行なのか、えー、見学なのか、何かあの機会を作ってですねあの、足を運んでいただけたらなというふうに思っています。まあ、あと今日のゲストの皆さんのお店に行くとか踊ってもいいかなと思っています。はい。でですね、あのまあ、今回のまあ、 イベントだったりとか連載は、ですね、まあ、この福島1市町村のことをよく、まあ、ぜひ、ね、知っていただいて、ですね何か自分の人生の中で選択肢の一つ、まあ、住んだりとか働く選択肢の一つとして思っていただけたらなと思っていて、であのまあ、そんな方のためにです、ね、福島1市町村移住ポータルサイト、未来ワーク福島というサイトがもうすでに立ち上がっていてです、ね、こちらに本当にいろんな情報がまとまっているので、よかったらあの見ていただけたらなといううに思いますし、まあたあ今回の僕たちの えー、企業をテーマにした、えー、プロジェクトに合わせてですね、まさにこの福島12市町村でこう起業するということがどういうことなのかと、あとどんな、えー、支援制度があるのかとか、あとどんな、えーまあ、チャンスがあるのかとか、いうところです、ね、あのまとめたサイトもございまして、こちらもの未来ワーク福島の中に、えー、特設ページとしてありますので、こちらもよかったらじっくり見ていただけたら嬉しいなと思っております。はい、で、まあ、福島12市町村でのこう起業が、まあ、なぜおすすめなのかという。まあ えー、3つの理由をですねこちらのサイトでまとめてるんですけども、まあ、この後最後にもお考えしますが、えー、こちらのまあ12市町村の中で、えー、実際にこう起業をすると、ですね企業支援金というのが、えーまあ、対象経費の4分の3で、えー、もらえるんですけども、基本的には他の自治体でもこの取り組みあるんですけど大体基本的には200万円、ね、最大200万円、それがです、ね、12市町村で起業すると2倍の400万円の補助が出るというですね、まあ、トップクラスの企業のバックアップのお金面でのサポートがあったりですね。 あとは、これはぜひあの皆さんも足を運んでいただければ分かるかと思うんですけれども、やっぱりこう、e、UI ターの方もたくさんあのえ入られていて、一方この復興の途上だからこそ、先進的な同情というか、受け入れる風土みたいなところもあるので、そういうところの魅力もありますし、あとはですね、本当にこのえまあゼロから作り直すぞというまあ動きもある中で、福島イノベーションコース構想というですね取り組みを始まっていて、最新技術を使った え、産業基盤を作っていこうというようなですね、とても先進的な取り組みがどんどん出ているので、まあ、非常にこう攻めた動きも出てくるというところですね。まあよかったら、あのこちらのサイトを見ていただけると、いろいろ勉強だったりとか、することができると思うので、見ていただけたらというふうに思っています。はい。ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、まあそういうですね、本当に福島純市町村でいろんな動きが出てきている中で、今回ですね、まあ、ローカル企業というテーマで、 え、イベントを2つやりますと。で、今週の水曜、今週というか今日水曜日と、あと来週水曜日に2回に分けて行います。今回は自分のお店を持つというテーマで行いつつ、え、来週水曜日はですね、スキルを生かして起業するというテーマで行いますので、まあ今日参加して面白かったぞという方はですね、ぜひ来週の全く違うテーマのですね、企画にもぜひ参加いただけたらというふうに思っております。はい。えー、っとですね、本日の流れなんですけども、今イントロをちょっとお話していますが、この後ゲスト、 え3学年お招きしているので、それぞれにこう活動というか、お店の紹介、企業に至るまでのえ紹介をですね、プレゼンをいただいて、その後えまあと30分弱ですね、トークセッションということで、ちょっと私の方からざくばらにいろいろ質問を投げかけさせていただきつつ、その後にまたちょっとだけ支援制度の具体的なご案内とか、行った後にですね、9時半からはですね、ゲストとのえ座談会というのもあの30分設けさせていただいております。今日あの参加者のアンケートの中で、 あの本当に結構具体的に企業だったりとか、お店を持つことをですね考えている方が多いというふうにアンケートを見てても感じているので、あの具体的に聞きたいことは、ですねぜひこの後半のゲストの座談会で、ですねゲストの方にどんどん質問だったりとか、聞いてみたいことを投げかけていただけたらと思っているので、と、まあ、いう形でまあ後半はインタラクティブな時間を設けていますので、まあ、1 0時にはまあお昼というような流れで進めていこうと思っております。 はい。というわけでですね、ちょっと前置きが <laughs> 長めになってしまいましたけども、えー、ちいちに合かして、なりわいつ作る、えー、福島6カら企業物語パート1、えー、自分のお店を持つということで始めていこうと思います。はい。というわけでですね、今日、えー、3組ゲストをお招きしております。えー、川口さん、石川さん、横須賀さんとなります。じゃちょっと画面の共有を停止してですね、ちょっとあの、えー、一言ずつ、今日の意気込みをお話しいただこうと。 思います。じゃあちょっとあれですね、プレゼンの、えー、順番が良いかなと思いますので、じゃあまずは、えー、吉川さんから、ちょっと今日の <laughs> 意気込みというか楽しみにしていることを一言いただけますでしょうか。はい、こんばんは、吉川美希です。なんかこういうズームの、なんですかね、オンラインイベントみたいなのは初めての参加なので、なんか緊張してます。<laughs> <laughs> とうまく喋れるか不安なんですが。 よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いますはい、じゃあ横須賀さんお願いします。はい、こんばんは。えっと私もちょっとこういうの不慣れなもので、資料作成とかパワポもあの初めて触りました。やっぱこういうリアルな場所。 で話すことがなかなかないので、本当に自分が起業するときに困ったこととかお金のこと、あの移住するときの不安とかそういうのをあのリアルに同じ目線でお話しできたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃ川口さんお願いします。こんばんは、川口と申します。改めてよお願いします。 今回、国会ちょっといろいろ、なんか自分がお話しすることをでなんか誰かのその背中押せたりとか、なんか起業するきっかけになったり、少しでもヒントになって、なんかや、まあ役に立つようなお話が少しでもできればと思ってます。楽しみにしてます。お願いします。よろしくお願いいたします。はい。あれですね、参加者の皆さんも、えー、参加している地域書いていただいている方いらっしゃいます。ありがとう。本当に今日は多分全国から。 おつなぎいただいているの、まあこれはオンラインイベントのまあ良さかなというふうに思ってますけど今日いい場合できたらと思っております。で、あの皆さんですよ、かったらあのもし顔出しできるよとあのいう方は、ビデオオンにいただけるとですね、あのまあ僕だったりとかゲストの皆さんもあのまあ励みになりますので、顔出しできる方はよかったらお願いできればと思います。ではですね、早速えお三方のプレゼンに入っていこうと思います。じゃあ。 早速ですね、えっと、吉川さんの方から、まあ、12分程度のプレゼンをお願いできればと思います。じゃあ、画面共有の準備をお願いできればと思います。はい。はい。よろしくお願いします。えっと、改めまして、こんばんは。えレストランマディの吉川幸です。えっと、これから私の自己紹介と、ま、た私たちの、えー、授業もいただきます。 私の自己紹介なんですが、えー、1995年生まれの、えー、27歳で、えー、福島県の浪江町出身です。15歳の時に東日本大震災と原発事故を経験しました。その後、えー、高校卒業後に教師になりたくて埼玉県内の大学へ進学したんですが、ちょっと塾講師のアルバイトなどをしていくうちに、ちょっと 教師は自分には向いてないのかなとか、そういう思いがを感じまして、えっ、ー、と、教師の道を諦める選択をしました。その後、えっ、ー、と、先輩に誘われた飲食店で、アルバイトをすることになりまして、飲食業に携わりました。その後、大学卒業後はアルバイトから社員となり、調理と接客を学びました。 そして2018年に今の主人と結婚しまして、夫婦系で飲食店を開業する決意をしました。その後、2020年頃から新型コロナウイルスを受け、新型コロナウイルスの影響を受けまして、開業時期を1年延期しまして、その間に、えー、と違う飲食店とかで修行をさらに積みまして、 2021年に福島県の南相馬市に移住しました。そして、次の年の2022年の3月にレストランマディを開業しました。私たちの事業紹介なんですが、テーマという部分ではマディにおもてなしを心がけながら夫婦で飲食店を経営しています。店名にマディという えー、福島県の方言を使っていまして、えー、このアデイが由来で、えー、その方言の、えー、意味が丁寧に手間暇かけたという意味になっています。これは商売をしていく上で大切なことだなと修行している時から感じまして、店名としました、えー。提供している料理とサービスは、えー、ランチコースが 1600円ディナーコースを3500円、どちらも、えー、お店に来ていただいてから、4種類から5種類のメニューの中から、えー、選んでいただける方式にしています。そのほかとしては、えー、テイクアウトをやっていたり、えー、このスライドの、えー、写真に写っているようなバーニャカーダのソースのベースを1200円で販売したり、あとは、えー、オードブルなどにも対応しています。 看板メニューが大体この3つかなというところで、まずバーニャカウダというところが、えー、温かいソースに野菜などをつけて食べる料理になっています。これが修行先のレシピを受け継いで、地元の野菜を楽しんでいただけるように工夫しています。で、えー、豚肩ロース柔らかに、これが八丁味噌のソースを使用した肉料理でして、豚肩ロースを6、7時間煮込んで、 確認ののよううななお肉の柔ららかさを楽しんでもらう料理となっていますとはマグロのレアグリル。これが、えー、と写真の一番下の方に写っているサラダのようなお料理なんですがマグロの両面に軽く火を入れてマッシュポテトが下に隠れていて香味野菜のソースと野菜をたっぷりと楽しんでいただく料理になっています。 私たちの飲食店の特徴というところでは、まずリーズナブルな価格で料理とサービスを提供可能としています。では、夫婦経営を選択したので、人件費を抑えているというところで、その分食材費をかける体制が整っています。で、直売所を活用して、地元の新鮮で美味しい食材を使用しています。 ご家族やご友人、大切な人との食事を楽しめる場所、雰囲気作りを目指しています。写真の一番端のちょっと茶色っぽい画像が店内の写真なんですが、ちょっと薄暗いようなバーのような雰囲気をデザイナーさんにお願いして、落ち着いた雰囲気を作り出せるようにしています。開業までの道のりが 先ほどの自己紹介と少し内容が被るんですが2014年頃私が20歳から26歳で修行先で接客と調理を習得しましたその間に、えー、開業資金の貯金を続けまして、えー、あとはその時は埼玉県に住んでいたので都内にすぐ行けるということで、えー、レストランを、えーまあ、居酒屋だったりあとはすごく 高級なところまで頑張って食べ歩いてお料理やあとは接客を主にお客さんの目線になって学びました2018年の4月には開業までの道のりを記録するブログを開設しましてそれを開業して開業する前からインスタグラムで発信しましてえ南相馬で開業しますというのを少しずつ告知をしていきました 2021年の8月には、私が南相馬市へ先に移住しまして、県と市の支援金手続きを進めました。そして、2021年の12月に店舗の改修工事スタート。その次、年明けてすぐに、主人が南相馬市へ移住し、その後、1、2ヶ月でお店の開業準備をするんですが、主人が飲食、 業に携わる前かシステムエンジニアをしていたのでその経験を活用してウェブサイトを作ったりその他の広告やチラシ作りを一から、えー、お願いしましたその間私は、えー、現場で大工さんと、えー、工事の打ち合わせなどを進めまして2022年の3月10日にレストランをオープンしました、えー、と 県と市の支援金を私たちは活用しておりまして、具体的には支援金の方が福島県の方から、中日町村企業支援金とは、こちらが400万円で、もう一つが福島県の方から移住支援金200万円。そして、補助金の方が南相馬市独自にやっておりまして、 空き店舗を活用して開業する人向けに補助金が出ているということで200万円ということで合計800万円の支援金と補助金を活用させていただき開業しました支援金活用のメリットはやはり融資金額を少なくすることができました当社の計画で資金調達は、うん 自己資金と融資で考えていたんですが、自己資金プラス融資、支援金という形になりましたので、結果的に資金面を安定させて、より安全な状態で開業することができました。あとは、支援金活用のデメリットというところもありまして、かなり時間と労力が必要になりました。 が、開業に向けて様々な計画と準備をしながら、新金の手続きを進めていかなくてはならないので、かなり大変だったところです。大変なところの具体的なこととしては、実施前の事業について、工事の費用や収支計画などの数字を具体的に出して、証明していかなければならない部分が大変でした。 その際に事業計画書を何度も見返すことになったので、事業計画書を前々からり上げる、り上げておいて本当に良かったと思いました。飲食店を開業してみて、地域との関わりという部分では、南相馬市内や周辺の地域の方との関わりが増えました。具体的に来てくださっている方は、まあ、ほとんどが地元のお客様でして、 その他に移住者の方、とは店舗の工事に関わってくださった方々や、あとは今、えー、農家さんと取引をしているんですが、その取引先の方などがお家族を連れてお店に来てくれています。では、えー、地元の食材のおいしさや資産地消の良さを伝えることができているかなと思っています。あとは、えー、真ん中の方に映っている 画像なんですけど移住者同士の交流の場を提供することもできまして、こちらが20名ほどの離職パーティーをお店で開くことができました。離職店を開業してみて、体力と精神面という部分では、繁忙期でもやりがいを感じながら乗り越えることができています。体力的に大変だったり 自分の時間を確保することが難しくなったという部分もあるんですが、自分たちの好きなこと、得意なことを仕事にできているので、えー、っと、やりがいを感じることができています。人間関係などで悩みを抱えることもなくなりました。休日中は、体を休めることに重点を置いていまして、最近はサウナに通うことが息抜きになって、 趣味にもなりりつつあります私たちが目指す飲食店という部分では、えー、身の丈に合った地域貢献をしていきたいと思っています。この地域を復興させたいっていう思いで南相馬市を選んで開業したわけではないんですがお店を営業することで少しずつ商店街の活性化に携わってそれが結果的に 復興につながっていけたらという考えで営業していますとは質の高いサービスと地元の食材を生かした料理を提供していきたいと思っていますそのためには店舗展開は考えていなくて夫婦2人での営業スタイルも変えないというふうに決めていますで最終的にというか今目標の部分ではその後で20年続く 飲食店になることが目標です私たちの修行先が今年20年目を迎えるので、まあ、その師匠がいるんですけど師匠のお店のような飲食店になることがやっぱりすごい難しいんですけどお互いの人生をかけて歩んでいきたいなというふうに思っています。ちょっと早口になってしまったんですが。 これで私の自己紹介と授業の紹介を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。なんかもうチャットでも、なんかお店ですね。実際に行きたいですっていうコメントがチャットでも来ていますが、本当にこうね、思いを持たれてね、開業されたというか、なんかプロセスの部分。 から本当になんかこう、まあ、覚悟というかな、本当に思いを持って、ね、ご夫婦で立ち上げられてるということ自体がなんか本当に素敵というか、ちょっと僕も <laughs> 今度行くときに、ぜひお邪魔できたらなというふうに思いました。ありがとうございます。で、あの、ちょっと、よかったです。あの、吉川さんに聞いてみたいことが、どもあのチャットに書き込んでいただければ、この後のトークでも拾っていければなというふうに思っております。はい。ちょっとあの、まあ、一個だけ、私の方からちょっと聞いてみたいところでいきますと、 結構その準備をまあ入念にされているというか、まあお店を持つぞというところから、本当にこうぶれずに実際に開業まで来られたと思うんですけども、なんか迷うことだったりとか、なんかちょっと無理かもって思うこととかってこれまでなかったんですかああ、そうですね。絶対開業しようっていう思いはあったので、まあ、すごい、 賃金の手続きとかで私そんなに数学とかが得意じゃないのですごい数字を積み重ねて証明していかなきゃいけない時は本当に結構頭も抱えて苦しかったんですけどでもやっぱりそうですね頑張らなきゃいけないっていう思いでうん、うん、絶対自分は会議をするんだって今逃したらっていう思いでやってました。うんうん 申請のペーパーワークだけは <laughs> なかったけども、それ以外のことは、むしろ <laughs> まあ思いがあるからこそ楽しく乗り越えられたというところなんですかね。なかもう一度だけ伺いたいんですけど、そのご夫婦でお店をこう経営されることのまあ良さあの、ねあのね、人件費の部分とかっていうのはあったと思うんですけど、何か、なんていうか。まあ 健やかさだったりとか、なんか夫婦でやっぱりやっててよかったなって感じる部分って、どんなところがありますかそうですね、すべてのことを自分、まあ、私たち2人で決定していくので、なんかそれに対して、何でしょうね、師匠が特にあした方がいい、こうした方がいいって言ってくることもないですし、なんだろう、やっぱり自分が修行してたときは、そのお店、 共用っていうか,いやなんか自分はこうしたいけどでも自分の店じゃないしって抑えてた部分が正直あったんですけどそれをまあ解放してっていうかもう一から自分で作り上げていけるっていうのはやってよかったとっいうかストレスフリーだなと思ってます。はい、自分でこう決定ができるというかまあ 自分で選んでいけるっていうところが、やっぱり大事というか、そこが、まあ、ややがいにつながってるっていうこところですかね。うん。はい。確かに。そうですね。なかなか雇用されていると、やっぱりオーナーとか、ね、社長とかの意向に従わなきゃいけないとこあると思うんですけど、はい、なるほど。開業するそういうストレスフリーな世界があるのかってちょっと、はい、<laughs> すごい新鮮でした。ありがとうございます。はい、じゃあ、近くでまたこの後、トークセッションでお伺いわせてください。はい はい。じゃあ、えっと、ウェイとしてコスカさんのお話をいただこうと思います。じゃあ、コス賀じゃミュート解除いただきつつ、はい、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。こんばんは。では、楢葉町で起業する、私が新しいらしく生きるために起業を選んだお話をしていこうと思います。 私はここのお店を出した奈良浜町で生まれ育ってるので、あの、移住というよりは U ターン移住みたいな感じなんですね。高校を卒業した後は、えっ、ー、と、東京の専門学校、聖火専門学校の方に行きまして、卒業後はお菓子屋さんで勤務。で、その後、ドイツの方に留学しまして、 国ししててレストランパティシエとして就職でその後結婚出産した後に、まあ、2020年の5月にお菓子屋さんをオープンさせましたでこの経歴を見てもらってもわかると思うんですけどもなんかちょっとフラフラしてそうな。 うん、お菓子には携わってるんですけども、町場のお菓子屋さんと、やっぱホテルのレストランのパティシエっていうのは、やっぱちょっと違うもので、いろんな仕事をしながら、結局はお菓子屋さんをオープンするに至った,たわけなんですけども、なぜパティシエという職業を選んだのか、これは本当にたまたまなんですよね。で、高校2年生の 進学か就職か考えないといけない時にまだ自分で何をしたいのかが分からなくてでもかといって大学に行って何かを学びたいわけでもなくてそんなことをバレンタインデーの期間にチョコを溶かしながら考えてたらあこのチョコのいい匂いの中で仕事をしたら楽しそうだなっていうあの本当にそういう簡単な動機で。 でやってみてダメだったら違うことまたやればいいやっていう軽い気持ちで、うん、とパティシエを選んだんですけどもうちの母が美容室のオーナーだったこともあってそのとにかく手に職をつけなさいってことは子どもの頃からすごく言われていて当時反抗期だったんですけどもやっぱこのすり込みがパティシエという職業を選ばせたのではないかなと私は思っています。 でリーベの事業紹介になるんですけども現在は店舗での,あのケーキとお菓子の販売町内外のイベントへの出店ふるさと納税などの EC 事業とお菓子教室の講師こちらの方は、うん、と自分でイベントを開催するっていうよりも町やその企業さん団体さんからやってほしい。 ってことを言われてあのやる授業になってますあとは子ども園のデザートを作ったりだとかあの中学校の模擬会社のナリーズさんと一緒に新商品を作ったりと郡山女子大さんと一緒にやったりだとかあとは今は小学校のう奈良発箱教室っていうその放課後の なんか集まるところでお菓子教室の先生をやったりだとかしてやってます。これで生計を立ててるんですけども、あの、起業した時にはここを目指してるわけではなくて、そもそもは、え、う、っ、ん、と、お菓子教室と、え、う、っ、ん、と、誕生日ケーキの受注販売で生計を立てようと思って、 お店を作ったんですね。なので、店舗の方も下全部フローリングになってて、あの、授乳室やトイレが併設されていて、あの、お菓子教室ができるようなお店作りをしたんですけども、ちょうど2020年5月ってコロナが出てきて、ちょっとひどくなりかけてたところだったので、どうしてもお菓子教室ができなくて、 でもお店建てちゃったしどうしようってことでまず1年間は焼き菓子のみの販売で乗り切りました。でこの時は従業員がいなかったので私一人だけだったからあのそこまで売り上げを月に100万とかあのなくても生計は立てられたので1年間焼き菓子のみで乗り切った後あのどうしてもコロナが落ち着かなくて これはまずいということであのショーケースを購入しましてこちらでもお菓子屋さんをやるっていうふうに決断して、うん、と生菓子の販売と焼き菓子の販売をするようになりました。それで営業を続けているといろんなところから声がかかったりとか。 自分の子供が子供園に通っているのでそこからこう役場の人に話が行ってこんなことやってほしいあんなことやってほしいっていうようになって今この現在の事業を紹介した中の感じであの営業するようになりました。で起業するに至るまでなんですけども最初からめちゃめちゃ起業がしたかったかって言われるとそうでもなくって。 19歳の頃は就職して思ってたよりきつい、やめたい、もう無理って、じゃあとりあえず3年働いたらやめようって自分の中で決めて、まあ、一応3年やったんですけど、結局3年やった後二23歳で私はお菓子作りしかできない。 で周りはもう大学卒業して就職していたりだとかそれぞれの道であの進んでやっていたりだとかだったのでさすがにこの年齢で転職する人ってあまりいなくてで私お菓子以外できないからどうしようかなって思ってた時に海外で暮らしたいなドイツっていいよなドイツ行っちゃおうっていうのでそこで会社を辞めまして。あの ドイツに行きましたでドイツでは特にあの周りの国を旅行したりとか食べ歩きしたりだとかあの語学学校に通ったりだとかお菓子屋さんで働くってよりも自分の人生を見つめ直すためにドイツに行ったのであの陸続きのヨーロッパをいろいろ旅しました。でルームシェアをしてたんですけども やっぱりドイツの人たちって本当に家族を大切にしてパティシエしながらも4時に上がったり3時に上がったりして家族の時間を大切にして日曜日はドイツはあの働いちゃいけないので日曜日はみんなで川に行ったりだとかすごく素敵な生活だないいなっていうふうに思ってました。でワーホリーだったこともあって1年で帰国するんですけども。 あのやっぱりパティシエのつらいところって給料が本当に安くて時給400円とか計算したら300円とか国保だったし休みは週に1回だしやっぱしんどくってで帰国したら絶対ホテルのような休みがちゃんとあってお給料もちゃんともらえるところにしようってもともと皿盛りのデザートが好きだったっていうのもあるんですけどもそれでホテルに。 就職しましまたでも実際にはあの飲食店なんでやっぱ昔ながらの闇がすごく残っていて上司の言うことは絶対だったりあとは私旧姓方のっていうんですけど方のは女なんだからパートでもいいんじゃねえのかって言われたりで妊娠の報告した時も総料理長にため息をつかれたりだとかまあ結構。 しんどいな会社嫌いだなって思ってました。なので育児休暇終わった後にちょっと戻りたくないな戻れないなってでその時水戸に住んでいたのでじゃあ果たしてこの場所で私子育てしてなんかストレス抱えて仕事するのってこう見つめ直した時に主人と一緒に話し合いをして そういえばドイツの人たちって家族を大切にしながら好きなことやってたよなって私もそんな風にやってみたいって誰かができてるんだから私もできるだろうっていう思いであの奈良派に戻ってきてお店を作ろうと思いました。で主人は水戸生まれ水戸育ちでもちろんあの関東だったりとか静岡とかにも住んでたんですけども。 福島県の楢葉町にやっぱなじみがないので生活も想像できないし放射線どうなのとか当時は結構風評被害もあったので子どもたちを果たして福島県出身にしてしまっていいのだろうかとかすごくお互いの本音で話し合いをしたんですけども結局もうそれでダメで駄目だったら死ぬっていうわけじゃないし まあ、とりあえず行ってみて、ダメだったらまたどっか行こうよっていう軽い気持ちで決断しました。で、うちは夫が元料理人、あ、元パティシエで料理人なので、夫婦経営することも考えたんですけども、うちはその当時子供二人いたので、夫には固定収入を担当してもらって、私が変動収入をしようと、あの、夫には就職をしてもらいました。っていうのも、 あの私は地元なのですごく土地勘があったりだとかあの人のつながりっていうのがあるんですけども主人はないのでまず就職してもらってその会社の人たちとあのつながりを持ったりだとか土地勘をつけたりだとかっていう狙いもあって主人には就職してもらいました。今ももううすぐ4年になるのであのもう 町の人とも溶け込んで土地勘もすごくついていて、あのー、生活を楽しんでいる感じですなのでうちは小さく事業を回収することが目的だったので最初600万ほどの融資でお店を始めることができましたで起業前の準備としてお伝えしたいのは、まあ、大体でいいのであのオープン日を決めるまず やるるぞってていう日を決めるそして予算設定で一番大事なのは私はコンセプトかなって思っていてリーベのコンセプトはお菓子から始まる笑顔から笑顔へっていうものをコンセプトにしてるんですね。で簡単にコンセプトって決められなくってやっぱいろんなことを考えてこの街に合ってるのか自分たちが本当にそれをやるのかって このコンセプトを決めることによっていろんな選択肢の中から自分はこうだああだっていうその主者選択の判断材料になるのでお店作りをする時には必ずコンセプトは必要だなっていうふうに大事だなっていうふうに思いましたで事業計画書も初めて書いたので本当に頭痛くなるほどあ事業計画書ってこんなに書かないといけないんだって ただ、その事業計画書を書くことによって、すごく具体的な数字が出てきてあ、これだと生活できないし、こんなに売り上げが欲しいって思うと、じゃあ、従業員必要だよねとか、これって私のプライベートの時間なくなるよねとか、すごく数字が見えてくるので、事業計画書はあの試しでもいいので、1回でも書いた方がいいのかなって思います。 あとは起業前に相談するんですけども相談する人がいればもちろん相談していただいてあとはその町の商工会の方に行くとわりかし優しく教えてくれるので商工会は是非活用していただいて全部タダで教えてくれるし。 あの補助金関係とかもすごくあのサポートしてくれるし情報はすごく持っているのでぜひその町の会に行ってみてみくださいあとは多分12市町村だとあの移住促進が結構進んでるので楢葉町でいうと鼓動っていう。 移住ののための施設があってそこに行くと何でもこう話を聞いてくれてつなげてくれてサポートしてくれるっていう場所が必ずどの町にもあると思うのであの聞いた方がいいのかなと思います。で結局は計画通りに行くことはまあほぼほぼないのでハプニングさえもあのいい物語になってるなとか楽しいなっていうふうに思える軽い気持ちのメンタル めっちゃ大事ですでそのために SNS を活用するのもありなんですけども注意が必要で SNS をやって自分の気分がいい時はやるけどもパタッと1ヶ月ぐらいやめてしまったりとか結構奈良派の事業者さんでもいるんですけども SNS を活用して人を集めようって思うならどんなに短くても写真1枚でも必ず毎日。 続けないとお客さんはつかないのかなと思います。楢葉町で起業して思うことは人付き合い大事でもめんどくさいってで私の場合はあの商工会に入っているのでそういった部分で年配の方だったりとかあの役場の方から仕事もらうことも多いのであこういうことめんどくさいなっていうこと結構あります。でもあの 私はそれも楽しんでるというか、いつか変えてやろうというふうに思ってるんで、人付き合いを大事にしとけば、挨拶しておけば、あの皆さんすごく協力してくれるので、そこは上手にうまく使ってもらえればいいなと思います。で結局、自分が起業して、時間の融通が効くのは最高です。うち子どもが今3人いるので、 子どもの誕生日にはお店閉めたりだとかあの熱が出たとか体調が悪いって言ってもすぐお店を閉めて駆けつけてあげられるちゃんと母親としての自分の役割を果たせてるのは自分がリーベっていう場所を作ったからだと思うのですごくそこは良かったと思いますあとはこれからの奈良浜町を自分たちで作れる決められるって これどういうことだろうと思うと思うんですけど、あの今子どもたち、子どもとか小学校とか通っているわけですけど、私がどんどんリーベを大きくしていったり強くすることによって、自分の声が誰かに聞いてもらえたりだとか、その人付き合いを大切にすることによって、誰々さんも言ってたからちょっと話聞いてみようよとか、結局は、 私今34歳なんですけどもあの自分たちでこの町を作っていく変えていくっていうふうに意識してやっていれば必ず良くなるからそこはすごく自分で良かったなっていうふうに思います。本当に自分の責任なんですけども大変なこともあるんですけど本当に起業して良かったと思います。 で今後の,あの事業展開なんですけども、イーベはあは敷地内にカフェをオープンさせて、個人事業主から法人へあの変えていこうと思います。と昨年でついにあの納税しないといけなくなってしまったので、ここまで行くんだったらもっとガンガン行ってやろうっていうふうに思ってます。 あとは自社のの EC サイトの開設ですね。これはずっとオープン当時から思ってたんですけどなかなか手をつけられずにいてまずはうとふるさと納税の方から徐々に始めていって自社の EC サイトを開設するのが目標です。そしてお菓子教室の方もカフェがオープンさせましたらうとそのスペースを作るのでそこで定期開催っていうふうに して、いろんな人との交流であったりとか、あの、ここら辺の地域は娯楽が少ないので、そういった役割も果たせていけたらなと思います。と、リーベとしては、今後、従業員を増やして事業を拡大し、お客さんに喜んでもらうだけではなくて、リーベで働く人がここで働けてよかったって、そんな風に思ってもらえるような会社づくりをしていきます。 で長くお店を続けていって今リーベに来てくれる子どもたちがあの自分で車を運転して「ナオさん来たよ」とか「あの彼女連れてきたよ」とかそんなふうに気軽に遊びに来てくれる会社であり、えっと、お店であれそんなふうに自分もそういうおばちゃんになりたいなっていうふうに思ってます。でやっっぱここのの地域って女性の働き方がすごく あの固定されていて私のように自由奔放に生きてる人ちょっと少ないんですけどもその中でも結構楢葉町は、うん、と個人事業主の方多いいと思いますで皆さん結構つながってるので楢葉町に来ていただければいろんな人つなげたりだとかこんな人もいるよとかあの紹介はできるので是非楢葉に来た際はあの声をかけていただければと思います。 ちょっとあのだらけだったかもしれないんですけども、あの以上になります。ご清聴ありがとうございます。なんていうか、<laughs> あのね、あのね、バレンタインの頃にに、ね、たまたまのきっかけでパティシエになったことからのなんか人生の広がりというか展開みたいなところは、本当にすごいなと思いつつ、でもなんかその時々で。 えー、横須賀さんはなんかこう自分の大切にしたいことだったりとか、うん、なんかこう生き方について向き合ってきて、今に至ってるんだなっていう、うん、なんかそのストーリーを聞けたのはなんか、すごい心が震えた感じがしました。うん、ありがとうございます。い,ますいやなんか、ちょっとあれですねあの、ちょっと伺いたいこといくつかあるんですけど、ちょっと時間があのだんだんとあの押しつつあるので、ちょっと先に川口さんのプレゼンの方に移っていきたいと思います。横須賀さん、ありがとうございました。 じゃあ川口さんご準備お願いできますでしょうか。これ映ってますかね無事に。映ってますかね。はい。じゃあ川口さん<え>お願いいたします。はい。すみません改めまして川口商店の川口武弘と申します。お願いします。と皆さんから見てその左がうちの父親でで右がうちの母親でで。 ちっちゃいところに多分移ってるのがその息子の川口なんですけれども、まあ、ちょっとまあ3人目なんでいろいろ皆さん疲れてると思うんでゆっくりリラックスなんかお茶でも飲みながら聞いてくださいあのー、まず自分は今その他の方とちょっと違うところはあのー、全く未経験のところから 今いろんな事業をさせていただいているんですけれども、であの一番最初に川口商店として、えー、まず飲食店の方をあのやらせていただきました。でそれ以外に、その次、えーまあ、サウナ発達という名前でサウナをやらせていただいてまして、で次にあの、まあ、宿すというところで。 なんか今やらせてもらっているんですけれども、じゃあ、未経験のところから、じゃあ、どのようにしてあの、まあ、飲食店の方をまず開業したのかっていうところをなんかお伝えして、やっぱこれからその起業したりとか,なんか、あとは自分のやりたいことを見つけたりとか、なんか自分なりの,その生き方を探している方の,その参考やそのヒントになればと思いお話しさせていただきますおお手軽かにお願いします。 そうですね、じゃあそうです、ね、今この川口商店の右側に映っているのがあの川口商店というお店の方で、多で、次の写真にぱっぱっと出るのが、左側がサウナ発達で、右側がこの宿泊、宿すというところなんですけれども、じゃあそのまずその未経験から飲食店、どのようにしてやったのかというところをちょっとお話しさせていただきます。 話はちょっとすみませんあの、東日本大震災の方まであの遡るんですけれども、当時ですね、あの自分が、まあ、あの東京の方にいたんですけれども、その時にまに、あ、厨房とかエアコンの清掃であったり、あとは絨毯の卸売りとかのその仕事をしていたんですよ。でその震災が来まして でやっぱあの地元南相馬市っていうところでやっぱりちょっといろいろ被害が大きかったのですぐにちょっとどういった様子なのかっていうのですぐに戻ってあの改めて地元を見渡した時になんかあのー、自分もっとなんか何でもできる人間だっていう風になんか自信満々で生きてたんですけどなんかもう自然の力にかなわないなっていうのもあったしあとは あのエアコンとか、あとはなんか物を売る仕事も結局はそのお金のためにいろいろやっていたところもありましてで、その被災地のところでエアコンの清掃であったり、物を高く売る方法とかっていうのは何の役にも立たなかったっていうことになんか改めて気づかされたんですよ。で、その時にやっぱ、あのー、ちょっと心に誓ったことがありまして、でやっぱりその。 これからはやっぱお金のためではなくその人のために生きてみようかなっていうのをやっぱ強く思いました。で当時やっぱその自分ができることっていうのはそこまでなかったんでやっぱあの自分ができることを毎年でもいいか一つでもいいからあの増やして生きていくことできないかなっていうのでやっぱその地元の方に自分でなんか なんか人のやっぱ役に立ち,た立ちたいなと思って地元の方に戻ってきたんですけど、じゃあいざ実際、地元の方に戻ってきたら、なんかもうそこで自分、何をしたらいいんだろうっていう状態で完全にその見切り発車の状態で戻ってきたんですよ。で、やっぱ分かんなかったんで、めちゃくちゃ人に聞いたんですよ。で、どういうふうになんかどんなことを聞いたかっていうと、まあ、やっぱこの。 今震災後のその町で、みんなが、あの、この町とかに対して何を求めているのか、どういう場所があったらいいのか、どんな町になり、あの、していきたいのかっていうところをもう、本当に出会った方、必ずいろんな方も聞きまくって、で、分かってきたことが一つあったんですけれども、それが、あの、飲食店の話につながるんですけれども、当時、あの、まあ、ここの町、 原発福島第一原発から近いところで、線量がバーっつってあの、すごく線量にまみれた場所でもあったんで、その除染をしてくれる作業員の方とかが、この町にたくさんいらっしゃったんですよ。で、あのそういった方が結構その5時とか、定時上がりっていうので、バーってそれから仕事終わって、すぐお飲食店とかに流れてきて、で地元の飲食店はあのプチバブル状態みたいな感じだったんですよ。 で結構早い時間で売り上げが立つんで、お店の方とかも、もう今日はこれでいいやっていうので、結構締めていた状況でもあったんですね。で、それに、あの、準ずる形でタクシーであったり、あとは代行の方も、あの早く店じまいっていうので、あと、まあ、その地元に住むあの飲食を楽しみたいお客様であったり、飲食店で働いてる方であったり、タクシー。 とか、その代行の方とかも、あの、いろいろ、やっぱ、もっと飲みたいんだけれども、そういった場所がないっていうことがわかりまして、じゃあ、やっぱり、その時、自分もその、飲食の経験も全くなかったんですけど、みんなが求めているのは、その、ご飯とか飲むところでもなく、その、ゆっくり、ゆっくりできるような場所っていうところで、じゃあ、 あのこの町で何かしらやっぱ一番にならないとなかなかあのうまくはいかないのかなって思ってでじゃあ何が一番できるかっていうとやっぱ一番この町で遅くまで営業するお店をやろうっていうことでいろいろやらせていただきましてであのお店の方をなんかいろいろそのじゃいざ作るってなった時にじゃどういう風にその 作っていけばいいのかとかどういうふうに回していけばいいのかっていうのも全然分かんなかったんでもうそれも聞きまくったんですよ。もう分かんないんで何でも教えてくださいっていうのでいろんな人に聞きまくってで自分はこ,うこの町でこういうことをやりたいっていうのをいろんな人にあの伝えまくったんですね。聞きまくって伝えまくったんですよ。でそうすると結構いろんな人たちがもう何も分かんねえんだったら教えてやるっていうので。 いろいろ集まって工事とかもなんか自分たちでやったんですけどそれもいろいろ手伝ってくれたりだとかなんかそういうふうにいろんな方が集まってできたのがこの右側に映ってその川口商店になるんですけれどもであの川口商店の,その営業初日ですね、まあ、お店の方はできたんですけどなんとかただあの本当に料理が何もできなかったんでその一番営業初日の そのメニューがあのこの次のページになるんですけどこちらこの左側にあるやつ濡れたやつと乾いたやつこの2種類だけだったんですよメニューがで飲み物がまた別であってこの3種類だけでお店開いたんですけどで当日そうですねお客様1人でいらっしゃいましてでそのお客さんがその焼酎の水割りを注文されたんですよ。 で、その時に、あのー、自分、ちょっと、本当にお酒の知識も何もなかったんで、漢字が書いてあるボトルだったら、なんかまあ、それでいいのかなと思って、俺、間違って、日本酒を水で割ったやつ出したんですよ。 そして、なんかその時にあのあり、あのありがとうございましたとか、なんかそういうお金とかの前にあのもらったのが、この右側に映ってるそのグーパンチなんですけど、やっぱこのグーパンチのその衝撃たるや、その痛さとかは、もうずっと未だに忘れずに、もうやっぱりこういう思いしたくないなっていうので、お店を開けながら、いろいろ勉強していったんですけれども、 で、その一番夜遅くまでやることで、じゃあどういうお客様がいらっしゃったかっていうと、やはりその事前にあの聞き込みでは分かっていたその従業員やそのお店の方とかがたくさんいらっしゃいまして、で、自分本当に何も分かんないっていうのは、こちらのそのメニューとか見て分かるじゃないですか。で、やっぱりそういったその従業員の方とかも、あのせっかく夜遅くまでとりあえず持ち込みでも何でもいいからやってるお店ができたのに、 これじゃすぐ潰れるっていうのでいろんな方にまたいろいろ教えてもらったり助けてもらったんですよ。でな,なんとかその自分もその今子供とか奥さんいるんですけど料理できる方とたまたま結婚できて、まあ、今細々と川口商店っていうその飲食店の方をやらせてもらっていたんですけれどもただそのコツコツとその営業を続けていってからコロナですかねやっぱ次大きい。 でまあ、点火点で言うとそのコロナになるんですけれどもそのコロナがやってきて、まあ、ちょっといろいろ飲食だったりその宿泊とかいろん,んな業界、まあ、問わずいろんな業界が結構あの大変なことになったと思うんですけれどもただそこでやっぱその飲食がもうダメになってしまって当時や、うん、なんか違うことやんないといけないなと思って当時俺やっぱサウナ好きだったんで,でそのサウナ っってていうもものを作らせてもらせたんですよそれがそのサウナ発達になるんですけれどもそうですねでそのサウナ発達であの、まあ、発達っていうのはどういうあの漢字書くかっていうと、まあ、あの出発のパとか、まあ、発信の発とかですかねであとは達人の立つとか っていうそれに発達って書くあ,そうありがとうございます長嶋さんありがとうございますその発達って書くんですけれどもやっぱいろいろその発達にいろんなやっぱ思いが込められていてでまあ皆さんちょっとはご存知かどうか分かんないですけど結構今巷でサウナ流行ってるじゃないですかでうちブームで結構なんとかなってまあ飲食の方はダメでもまあサウナで 結構、あの家族とか従業員の方とかご飯食べられる生活できるぐらいはうまくやってはいるんですけれども、そのふと駅前を見渡したときに、あの震災直後の街よりも、もうめちゃくちゃ静かになっちゃってたんですよ。で、その時に思ったのが、やっぱりそうですね、その自分だけ助かってもしょうがねえなっていうのは改めて思ったんですよ。これまでで本当ににいろんんな人に助けてもらったんで このの地域人人ででああっっったたりりやっぱ身近な人であったりその時に自分でその改めてあの幸せとか自分の楽しいっていう気持ちと向き合って考えた時にやっぱまあ自分だけ楽しくても幸せでも本当しょうがねえなって思いましてつう,うのもやっぱどんだけ自分が楽しくてもその自分の大切な家族であったり友人とかいろんな 皆さんも大切な方いらっしゃると思うんですけどそういった方があの悲しかったりとか泣いてたりしたら自分は正直もう楽しいって思えないかなと思ったんですよ。じゃあそのやっぱ周りの人が楽しんでいることが俺結構楽しいんじゃねえかなやっぱ幸せに感じてもらってることが自分自身のその幸せとかにつながるんじゃないかなと思った時に。 まあ、あのここ原発から30キロ圏内の南相馬市っていうところなんですけれども当時その原発の事故が起きてあの皆さんゼ,ゼロ人になった町なんですよ人口がでそこのゼロ人になったところにあのまたゼロからの町づくりができる場所が世界で見てもなかなかないので起業家の方であったりなんかいろんなその商品とかサービスが生まれたんですね。でサウナととかかお風呂とか入った後になんか ご飯とか食べ物食べるとめちゃくちゃ美味しく感じるときってあると思うんですけれどもやっぱその一番美味しい状態であの、まあ、地域のそういった新しく生まれた商品とかサービスを堪能していただくというのもやっぱ自分自身にできること何かなって改めて考えたときにやっぱそのサウナとその飲食の2つだったんでやっぱりその自分のできることであの地域の方のなんか少しでも あの力になれることはないかなっていうふうに考えたときに、やっぱその一番おいしい状態で地元のものを食べていただくで、本当においしいものを食べたときに、人はまあたまになんかその、これどこの誰が作ってるんですかとか、なんかそういったお話、あのまあ、なんか質問とかいただくことありまして、そういったときにあの、事業のところまで直接案内したりだとか、あとはここのお土産で売ってますっていうところで。 で、今、その地域とともに発達していくっていうのを今、やらせていただいてます。で、その,あの、本当はサウナ発達に来た方、直接来た方にしか案内してない理由、まあ、本当の,そのサウナ発達としてやらせていただいている理由を、ちょっと今回、あのまあ、手短にお話しさせていただければと思うんですけれども。 あの実はサウナ発達の,その発達っていうのはちょっと変わった言葉を使わせていただいてるんですけれどもじゃあどこから来てるかっていうと実はその発達障害からうち来てるんですよ。でそのやっぱ自分の小さい頃から結構周りでそういう障害を持った方たくさんいらっしゃってであのお医者さんに発達障害っていうふうに診断されたりあとは 同級生とかにその発達っていうふうにバカにされたりしてで自分の可能性にその蓋をして諦めてしまうっていう方をたくさん俺近くで見てきてで正直なんかもうもったいねえなっていう気持ちと同時になんすかなんか、うん、俺悔しかったんですよねなんかそういうのを見ててでじゃあなんかやっぱその人間のあのー、まあその得意なことと不得意なことって俺絶対あるって思ってるんですよ でこの次の次ぐらいの写真ある、あ、これです、これです、これ、あの、あると思うんですけど、その人間の,その得意なことと不得意なこと、も,うもちろんあるのは俺当たり前だと思ってるんですけど、やっぱその人間の,そのできる、できないをグラフで表したときに、こういうふうに、その綺麗な円形になる方って、俺、なかなかいらっしゃらないと思ってるんですよ。やっぱその苦手なところが あの星型に下にあるようにそのへこんでいてで得意なところがやっぱちょっとこういうふうに突き出して発達しているとかって自分は思ってるんですけどで例えばやっぱその目見えない方がよく耳聞こえるとかあとはやっぱまあそのあれじゃないですかなんか俺は結構そういうの信じてるんですけどやっぱその人だからこそ表現できるものとかあるっていうのもまた俺信じてるんですよ。じゃあこの不得意なところはもうどうしようもないんで。 もう捨てちゃってこの得意なところ尖ったところであの勝負できねえかなと思った時にこの町にあの勝負できる場所がなかったんですよ。なので今そのサウナっていうものの箱をいろいろ作らせていただいてまああのいろんなちょっとうちは他のサウナ施設とはまたちょっといろいろ異なる内装であったり。 あと右側に映ってるその宿とかもちょっと独特な雰囲気ではあるんですけれどもそれはなぜかっていうとそういう発達したところで皆さんがここで勝負している場所でもあるからなんですよね。やっぱりその何ですかそのここだったらなんか主役になれたり光が当たる場所としてやっぱここでみんなと一緒に発達していきたいなっていう思いがありまして。 でやっぱここ今、自分が住んでいるところ、飲食店とサウナと宿、あとこれからお風呂も作っていくんですけれども、そういったものを通じて、なんか皆さんとこの障害とその障害、自分のその一生涯を通じて、ここから一緒にその発達していきたいなっていう思いで、今、事業をいろいろやらせていただいてます。でやっぱりその全て今自分未経験の状態からじゃあ ここまでやってこれたっていうのも自分はその人のつながりでしかなくてプラス自分自身でその何もできない自分をまず俺よ自分が一番分かってたんですよでやっぱその何も分かんないから教えてもらったりあとも自分ができないところはもう思い切って捨てちゃうできる人と一緒にパートナー組んでやるっていうのもありなのかなっていうのででその中で自分がこれだったらなんかいけるんじゃねえかなって とかなんかこれ、武器になるんじゃねえかなっていうのは、これ結構走りながらでも見つけられるんじゃないかなって思ってるんですけど、こういったそのお話をして、経験がないからとか、もうちょっと時間がかかりそうだからとかっていう方が、結構、もうちょっと楽に考えて、自分のお店とか起業してもいいんじゃないかなっていうのは、ちょっと今回、このお話でお伝えできればと思いまはい 終わりますありがとうございます。ありがとうございますいじゃあ、困れる目線 <laughs> というか、お話というか、最初の, <laughs> のご両親の写真からこういう展開になるとは<あ>誰も予想できなかった展開かなと思いつつも、はい、いやみんなで発達していくって、むちゃくちゃいい言葉というか、なんかあの今回、あの お話を直接伺えて、ようやくなくそのまあ意味というか、なんか囲が理解できて、ぐ、う、っ、ん、とくるものがありました。はい、ありがとうございます。いやなんか、でも本当あれですよね、まあお店というか、まあ事業3つやられながら、あのはい、まあ根底にあるのは、まあその、まあ、障害と障害に通じてみんなで発達していくというところを、はい、なんか体現するための、まあはい、場所というか、お店をやられているというのは、はい、なんか川口さんの。 なんていうか企業というか、なんか事業のあり方としてすごいかっこいいというか、特徴的だなというふうに思いました。うん、なんか、そのブレ,ブレなさっていうのは、どうやって身につけたんですかブレなさは、やっぱり自分、楽しいことがすすごく好きなんですよ、うん、でちょっとそのお話の中でも出たんですけども、やっぱ自分が楽しいって、相手が楽しいって感じてないと、成立しないんですよね。 っていうのでやっぱいかにどう人を喜んでもらえるかとか楽しんでもらえるかっていうのはずっと考えていて一時期ちょっとだけその芸人とかもやってたりしたんですけどそうです芸人とかもなんかテレビとか舞台で笑いとるだけじゃなくて自分のできることで俺楽しんでもらえれば、まあ、なんか芸としてカウントしてもいいんじゃねえかなっていうところをずっと自分の芸を磨いて喜んでもらえるっていうところですかね。うん ありがとうございます。サウナ、宿泊、ご飯、行きたいが今はもう日本酒のお祝いは出てこないですかね、すでに。そうそはい、さすがに、はい。その時め,めちゃくちゃぶん殴ってもらっていいんで。まあ、すごいですね。グーパンチが本当に飛んでくることってあるん、ね、だ。本当、びっくりした。<laughs> ありがとうございます。はい、あの、ゲスト、あの、3組の皆さん、本当にプレゼンありがとうございました。ちょっともう、なんか、ここまで聞けても、すでに僕はもう、満足、勝手にしっかりとして、ね、満足しつつあるんですけども、ちょっとあの、そうですね、もう結構、プレゼンで、あの、時間がね、もう十分に使ったとこなんですけども、ちょっとここから、本当に1個、2個ぐらいあの、僕の方から、ちょっと皆さんに改めて、ちょっと質問をさせていただいて。 ればなと思ってますで、あの、参加者の皆さんもですねあの、9時半から、あの、まあ、座談会というか、交流会という形で、あの、ズームのブレイクアウト機能を使って、あの、直接聞きたいことを、えー、聞いてもらったりとか、感想を伝えていただくこともできるので、あの、ぜひですね、ここからそういう形でインタラクティブに進めていけたらなというふうに思っております。はい。で、ちょっとね、もともとこんなテーマで話せたらいいなというのは事前にあの、お話ししつつも、ちょっとね、 時間がもうあと少ししかないので何から聞こうかなと思うんですけども、どうしようかな。なんか、うん、難しいですね。いっぱい聞きたいことがあるからどれにしようかなってところなんですけど、あの、あ、これ聞きたいな。あの、実際にこう、まあお店をやられるとか、まあこう事業を広げていくことって、本当にこう、困難なことって、 多いあのまあチャレンジングなこととか大変なことっていうのはあると思うんですけどもその中でもなんかこう皆さんってなんか健やかに続けられてるというかなんかいうところがあるんですけどなんかこう事業を続けていくなんかお店を続けていくためになんか心がけていることって何なのかなって伺ってみたくて例えばそのまあ家庭と仕事のバランス大事にしてるなのかたまたちゃんと自分の 体調を気にしてるのかとか、なんかその事業を続けていくために大事にしていること、心がけていることというのをちょっと伺ってみたいです。じゃあ、よかったら、吉川さんから、いかがでしょうか。えっと、まあ、体調を崩さないっていうのを一番大切にしていて、やっぱりお店を臨時休業とかすると、お客さんも自分も経験があったんですけど、 いざ行こうと思ったら、行こうというか予約しようと思ったら臨時休業ですみたいなので、すごいがっかりしたことがあるので、私はすごい師匠の影響をすごく受けてるんですけど、師匠もそういう絶対に体調崩さない、雪でも店を開けられてる人だったので、まあ、そういうところお客さんをがっかりさせないっていうことは、接客においても料理においても、はい、それは2人で。 絶対そういううういいいことのないよににっていうふうにやっててやます、はい、あの体調を崩さないってなんかこう努力でできることなのかみたいなところちょっと伺いたいんですけど<あ>実際どんなことになんか気をつけられてますとにかくなんか同じルーティンを繰り返すようにしていて寝る時間と起きる時間はあまり崩さないっていうのとあとは最近はすごい。 あのサウナにハマっていてサウナがすごい旅行にもなるし体も休められるし考え事もできるのでもう2人でサウナの話ばっかりしててこちらの川内商店さんのサウナ発達もすごく行きたいと思っててあの今ちょっと、まあ、自分たちでなんだろうな毎回サウナに行って今日は整った整わないみたいな話をしてて、まあ、夏頃に。 川口商店さんには行こうって。決めてます。<laughs> お決まってるんです。<laughs> はい、すごい。でも、こうルーティンだったりとか、<laughs> こうサウナとか、やっぱり自分が。まあ、続けられる、まあ、生活リズムというか、なんかウェルビーングな。とこの大事にされてるんだなって、ありました。ありがとうございます。はい。はい。はい、じゃあ、横須賀さん、いかがでしょうか。はい。えっと、家族の時間を一番大事にしてるので。 あのクリスマスとかはしょうがないんですけども自分が仕事にのめり込みすぎているときはちょっと仕事にブレーキをかけて子どもたちに負担がかかると自分がお店をやってる意味がなくなってしまうのでそのバランスは大事にしつつあのお客さんとの信頼関係はすごく作ってると自分で思ってます。 というのもやっぱ子供たちがすごく体調崩すんですよね。順番に順番に、いやうですもう三人いると多 <laughs> い多い多い,おいっていう感じで時間差でどんどん来るから。 でも私が SNS で母親業をちゃんとやってないんですけど母親業をやっていて子どもたちがどういう状態でってで私今もう誰にも会いたくない状態なんですとかそのとにかく自分の状況を話すことによってお客さんが予約の時にもあの子ども体調崩れたらいいからねとか全然気にしないで連絡してって言ってもらえたりだとか。 逆にリーベは日曜日定休日なんですけどもお客さんがいや子どもの誕生日で日曜日ケーキ欲しいんだよねって言われれば、まあ、全然日曜日あの家すぐそこだからいいよって言ったりだとか本当にお互い様の精神で信頼関係を築くことによってお互いにこう長く私もお客さんにずっとお客さんでいてほしいしお客さんもリーベさんいてくれると。 助かるって言ってもらえる関係をあの作れてると思うのでそれが大事かなと思います。<laughs> うん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 ありがとうございます。いや本当子育てしてると自分でコントロールできないものが増えるというかもうなんか手放すみたいな感じがすごいわかりますしでもなんかそれをね地域の皆さんとかお客さんとのこう関係の中でむしろこうまあ 大丈夫だよっていうようなふうにまあ言っていただけたりとか、むしろなんかそこもさらけ出してお店をやることによって、逆になんかファンというか応援する人をね、募れてるんじゃないのかなというふうに聞いてて思いました。うん。うん、ありがとうございます。香織さん、いかがでしょうか。はい。と、自分たち、まあ、川口商店で働いてる人たち、自分を含めてすごく大事にしていることなんですけど、 あの再現できないものをあの提供するっていうところをだいぶ心がけていてというのもやっぱりそのお客さんにここ来てよかったなとかって思ってもらえるのがやっぱ楽しんでもらうのがやっぱ一番いいなって思ってましてでその再現できるものとかなんか再現できないものまあ再現できるものは 俺、価値そんなないんじゃないかなっていうふうに気づいたことありまして、というのも、あの1年ぐらい前に自分、車で運転中に事故ったんですよ。で、その時あの俺、車、あの保険入ってなくて、人ん家の壁ぶっ壊して、看板ぶっ壊して、なんかブロック塀とか結構いろいろぶっ壊してたんですよ、そこに車結構結構ぶっ壊してたぶっ壊しました。で、それで、俺、保険入ってなかったんで、 もうその日から、俺らその建築もやってるんですけど、なんかそういったあの人たちとか自分ら集めて、1日で全部直したんですよ、ぶっ壊したやつ。で、その時に改めて、なんかその再現できるもの、本当価値ねえかもしれないなと思って直しちまうから。で、その時にじゃあ再現できないものってなんだろうと思った時に、やっぱ俺、時間とか、それこそやっぱ子供が子供である時間とか、自分も子供四4人いるんですけど、やっぱその子供が、やっぱいろいろその、 幼稚園とか学校とかの行事、自分ら大人からするとすげえ些細なことかもしれないけど、子供はやっぱすごく楽しみにしてることでもあったり、あとやっぱお店に落とし込んで考えると、もうここでしか食べれない味っていうのももちろんそうですけど、なんか同じ料理でもなんかやっぱ改めてここ来てよかったなとかっていうのをなんかいろいろ感じてもらえるように。 ここでしかできない体験っていうのを本当にここでしかできないのかとか、似たような味はないのかとか、飲食店であれば。じゃあ、俺らがやってるのはそのサウナ上がりに一番美味しく食べられる状態で、ちゃんと美味しいものを出すっていう、もうなんかもうすごくずるに等しいんですけど、それで結果お客さんがあの満足して帰ってもらえれば、俺はなんかそれでいいのかなっていうので、やっぱ再現できないものを、あの、ここで 提供するっていうのはもうかなり強く意識してます。うん、なんかあれですね、川口商店も今、川口さんが同じようにお店作ったら、はい、多分同じようにならないですね。ならないです、やならないと思います確かに。でもそこでしか体験できないものを提供したいと、でもそれがこう提供価値というか。そうですね。それれがまあこれ 残るるでもあるのかなっていう世界日本で見たらあるかもしれないけどほん世界で見てないものを俺らは作るつもりでやってるんでうんっていうところですかね。いやもう余計に行ってみたくなりました<笑><笑>でもで。そんな川口さんも最初はあの濡れたやつと乾いたやつを提供するとこから始まってるっていうのも大事かなって思います。本当そうなんですよだから皆さんがあの一緒になんか面白いことでやりましょう。 <laughs> ありがとうございます。はい。じゃちょっとい,い,いっぱい聞きたいことあるんですけど、ちょっと一旦ここであの質問タイムを終えてですね、ちょっとあのだけ事務連絡というかあの、改めてご案内をちょっとだけ挟ませていただこうと思います。あの吉川さんが発表、まあ、されたと <laughs> いうお話ありましたけども、まあ、福島県1市町村、えー、企業支援金というのがですね、あのまあ、実際に1市町村にまあ転入されて起業された方のまあ支援金の ものが、プログラムがありますと。で、あの、今年度のものはですね、すでに親戚が終了しちゃったんですけども、令和5年ですね、この4月以降にですね、またあのこの支援金のプログラム始まりますと。で、あの、まあ、通常のね、自治体だと200万が上限なんですけども、11所存だと400万円とかなり大きい金額をですね、実際の経費4分の3までは充てられるというところなので、 こちらのもしご興味あればですね、あの令和5年度分のプログラム公開されるのをチェックいただければと思いますし、あとあのチャットの方にですねこのプログラムというか支援の制度について利用したいよと、検討しているよという方は、ですねあのすでにあの連絡先というか相談先があの窓口にありますので、そちらに連絡いただけるのもいいかなというふうに思っております。あとですね、あのこちらも吉川さん、えー、活用されてましたけども、あの移住支援金というのもあって、これは別に起業する。 市内にかかわらずですね、実際に住民町村にこう住民票をえ移された方に対しての支援金ということで、えっと、単身の方は120万円、ご家族の場合は200万円ということで、こちらもです、ね、他の地域に比べて2倍の支給額というところになっていますと。であのまあ、直前3年以上、福島県以外の え、地域在住さえあれば、あの、もともと福島出身ですよという方も、あの、対象になりますし、あとは、大きいですね。都内だけじゃなくて、全国からの移住が、社が対象というところも大きいかなというふうに思っております。なので、あの、ま、企業の前にですね、まだ移住だと思いますので、こちらもぜひご検討いただけたらいいかなと思いますと。で、実際にですね、あの、まあ、気になってるぞという方のために、 あのまあ、移住支援交通費補助金というものもありまして、まあ、の1年度ですね、あのまあ、4月以降の1年間であの5回までですね実際にその巡視諸村に行くときの交通費をですね、まあ、補助するというようなプログラムもありますと。と、ね、とこちらのまあ前提としては 福島県外在住で、あとは12市町村への移住を希望しているとか、検討しているという方を対象にするんですけども、ちょっと現地に行っていろいろ見てみたいだったりとか、地域のつながり作りたいという方のためには、この経費をですね、補助してくれる制度もぜひご活用いただけるといいかなというふうに思っておりますので、本当にめちゃめちゃ分厚い <laughs> 支援制度があるなというのは僕も、あの、本当にいいなというふうに思っております。はい。 でですね、あと、あの、これ来週の告知になりますけども、あの、同じ時間、来週の水曜日の8時からですね、今度はスキルを活かして起業するということで、えー、横山さん、横山さん、佐藤さんの、まあ、お三方をお招きして、まあ、社会人になってからのスキルを活かして起業するというテーマで展開していきますので、こちらもまた今日ぐらい濃い回になるんじゃないのかなと思っているので、こちらもですね、よかったら来週ご参加いただければと思っております。はい、あとですね、グリーンズの 連載もですね、よかったらあれ読んでいただければ、今日はあのイベントでお招きしていない方のインタビュー記事ももちろん出しているので、こちらもよかったらご覧ください。最後はですねあの、ゲストの皆さんから、えー、参加者の皆さんに何か一言だったりとか、あと今日の感想をいただいて締めたいと思います。じゃあ、吉川さん、お願いします。はいあ。なんかすごい緊張が今でもしてるんですけど、あっという間で。あん まあ何でしょうね。12市町村に私は介入してよかったなと思っていて、やっぱり支援金をすごく活用させていただいているので、何か事業をやりたいっていう方は、ぜひおすすめの場所でして、今、パッと南相馬だと、私たちはレストランやってるんですけど、なんかカフェとかがないなっていう思いが、思いというか感想があるので、まあ、 カフェってすごく利益を出していくのが大変だと思うんですけど、なんかおしゃれなカフェが、をみんな欲してるんじゃないかなっていう感じがします。なので、もし会議を考えてる方は支援金を活用して、自分のやりたい事業をぜひ12市町村で会議をしていただきたいなと思います。以上です。ありがとうございました。 カフェ1要あるから間違いないなというところですね。なんか雰囲気があります。はい、ありがとうございます。では横須賀さんお願いします。はい、えっと今日はありがとうございました。えっと初めてのこんな zoom のやつですごく緊張したんですけども、あの起業は全然難しいことではないので、ぜひぜひ起業していただいて、あの自分の人生を謳歌してほしいなと思います。 たぶんグリーンズさんとかあの皆さん相談にも乗ってくれるでしょうし奈良浜町が子どであったりとか奈良葉未来さんとか本当に皆さん優しい人たちばっかりで安心してあの起業や移住お試し移住っていうこともできると思うのでぜひ楢葉町にも一度くらい遊びに来ていただけると嬉しいです。私でもあの 起業できるのでみんなできると思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ川口さんお願いします。ありがとうございました。まああのー、本当まあ未経験のところからでもその業できるっていうところでまあ今回の自分のお話がなんか誰かのその背中を押えることであったりまあ勇気 だけられたら本当良かっったのかなって思いますなんか本当皆さんが作るその事業とかがもうきっとなんかこの世の中あの必ず面白くしてくれるって自分は信じてるんでまたどっか機会あればお話しできれば最高ですありがとうございましたありがとうございました はい。じゃあ、ちょうど10時になったので、これでお開きにしようと思いますが、あの、参加者の皆さんも最後まで、あの、お付き合いいただきありがとうございました。あの、ね、これをご縁に、あの、ね、ゲストの皆さんとね、直接現地でお会いいただけたら嬉しいですし、何か相談があったら、あれですから、ね、なんか SNS とかで見つけて連絡 <laughs> しても大丈夫ですけど、ね、皆さんに。はい。ということで、なんかこのご縁が皆さんのなんか人生のきっかけになったら嬉しいなと思っております。で、あ、すいません。あの、大事なご連絡でした。あの、アンケート。 のご協力です。ちょっとぜひお願いできればと思います。もし可能であれば、ちょっと今日の、えー、感想だったりとか、あとはあのなんかゲストの方へのこう、まあ、メッセージだったりとか、なんか伝えたいことがあればですね、あのこちらの方にご記入いただければと思いますので,で、ちょっとこちらのアンケートの記入だけ、ちょっと簡単に1分程度で終わりますので、記入いただいた後にパソコンを閉じていただければというふうに思っております。はい。というわけで。 2時間あっという間でしたけれども、皆さん今日はありがとうございました。改めてゲストの皆さん、今日は本当に、ね、お店の <laughs> 忙しい中でありがとうございました。また現地でご挨拶できればと思っております。はい。では。あ第2回も 2> ぜひご参加いだい。第2弾そうですね。はい、はい。来週水曜日の同じ二回にありますので、またあのライブ参加も大丈夫ですし、あのアーカイブ、えー、視聴のチケットもありますのであの、よかったら連続参加いただければ嬉しいと思っております。 では、皆さはありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あり,したありがとうございます。これにて、福島ローカル企業物語パート1が終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。